神宮ステージから見せたボーケー、そして私の隣は東京ヤクルトサポーツマスコットつまみちゃんです。横に来てたから、はい、つまみちゃん今日もよろしくお願いします。25周年を迎えております。さあ今日もつまみちゃんと大人気のキッズとのコーナー、つまみちゃんと遊ぼう、3回目の終了後今日も行っていきますよ。選ばれたキッズにはつまみちゃんと対決していただき、勝利すると素敵なプレゼントがもらえます。誰が選ばれるか、キッズのみんなもどうぞお楽しみに。さて昨日勝利した東京ヤクルトスワローズ、先ほどゲームダイジェストをご覧いただきましたけども、金曜日は9回の裏同点のホームラン、昨日は逆転のスリーランホームランを放ちましたドミンゴ・サンタナ選手、いやすごい一撃でしたね。そしてナイスリードの松本ナック選手にもね、スリーランホームランが出て、サイスリード投手が今季初勝利をつかみ取りました。さあ今日もですね、スワローズのナイスゲームをみんなの応援でアシストしていきましょうね。さて今日もですね、レディースデー2024ということで、つばみちゃんが着ているこちらのユニフォーム、対象のチケットをお持ちの皆さんにプレゼントさせていただきました。もう今日はより一層スタンドがネイビー入っていますね。こちらはですね、ネイビーに応援の傘が多くプリントされたレディースデーユニフォームです。レディースの皆さんはですね、このレディースデーユニフォームを着て、より華やかな声援を選手たちに届けてくださいね。そしてメンズの皆さんも力強い応援よろしくお願いします。さあホーム神宮球場、みんなでいいホームの空気を作って、そろそろ勝利をアシストしていきますよ。今日も応援よろしくお願いします。お願いします。そしてライトスタンド応援団のみんな、今日も力強い応援のリードよろしくお願いします。日本生命セパ交流戦、本日も北海道日本ハムファイターズを迎えてのゲームとなります。ファイターズファンの皆さんもようこそ神宮球場へ。皆さんこんにちは、早くからご来場ありがとうございます。手を振っていただいてありがとうございます。共に気持ちいい応援で試合を盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。キツネダンスで盛り上がってますね。本日も北海道日本ハムファイターズマスコットブレップに来ていただきました。よろしくお願いします。足が長くて本当にかっこいい。昨日はつば九郎バズーカキャッチにチャレンジしていただいてね、はい、もうちょっとでねナイスキャッチだったんですけど惜しかったですね。今日もチャレンジしていただきますよ。ブレップ見事キャッチするとつば九郎からタフマンたくさんプレゼントさせていただく予定です。はい、頑張ってください。皆さんもフレペの応援もよろしくお願いします。フレペもファイターズファン盛り上げてください。よろしくお願いします。さてスーパーカラビジョンでもご紹介しておりますが、本日の試合は森松三条プレゼンツルルクマ札幌スマイルデー2024でお送りします。森松三照株式会社は北海道の魅力を世界に発信、さまざまなイベントを通じて皆様に笑顔をお届けします。さて私の隣の本日のスペシャルゲスト、とにかく明るい安村さんに来ていただきました。よろしくお願いします。ドントウォーリーアイムウェアリー、安心してます。ありがとうございます。いやー1年ぶりの登場となりますけども、はい、神宮球場にお越しの皆さんへ1年ぶりのご挨拶いただいてもよろしいでしょうか。皆さん1年ぶりやってまいりました。すごい盛り上がってますね。やっぱりたくさんいただきありがとうございます。もう安村さん登場でまたさらに皆さんのテンションがアップしました、ね、ありがとうございます。さあそれではですね、ちょっと外の様子を見てみたいと思います。はい、はい、本日は食べて応援北海道キャンペーンを行っておりまして、球場正面の特設ブースではおなじみの生キャラメル味のつまみちゃんのどら焼きの販売を行っております。はい、うおこれね絶対美味しいんですよ。美味しいですね。ですよね。はい、はい、また今ですねつまみちゃんが持ってくれているこちらです、ルルクマ親子スワローズバージョンのぬいぐるみ、そしてとにかく明るい安村さんが手にしているルルクマ親子、はい、ファイターズバージョンのぬいぐるみ、はい、こちらですね。
合計30名様に当たる抽選会も行っております。ぜひ皆さん特設ブースへお立ち寄りください。お願いします。さあ安村さん、本日の試合で対戦相手は安村さんが出身の北海道、本拠地の北海道日本ハムファイターズですけども、はい、どんな試合を期待しますか。複雑な気持ちですけども、はい、いい試合を期待したいと思います。楽しみにしています。はい、そして安村さんといえばやはりイギリスです。来月悲願だったロンドン主催ライブを行うそうですね。はい、7月の12日にロンドンでライブやります。楽しみだ。皆さんもしよかったら来てください。デーゲームらしいので間に合います皆さん招待していただいて、ぜひよ、はい、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。頑張ってください。よろしくお願いします。今年もこの後始球式を行っていただきます。はい、始球式への意気込みも聞かせてください。わかりました。安心してください。ストライク投げますよ。今年も楽しみにしています。始球式皆さん楽しみにしてくださいね。とにかく明るい安村さんでした。ありがとうございました。後ほど楽しみ